もうリハも終わってメイクも今日ちょっとお仕事がその前にあったのでやってたからもう終わってて準備が。いや夜はするかな。なので暇だからクラブのVIPみたいこれこんな感じなの。私クラブ行ったことないんだよ。だってお酒飲めないから行く意味がなくて。今日が38、えやばかったよ今日、暑かったここは調光室です。なかなか、いや寒いのよ逆に。あのね劇場めっちゃ寒いの。やっぱ機材とかあるから熱持たせるわけにはいかないし。そう公演来る人よろしくお願いします。チャックヘアピンもらえてない。てか今日セブン行ったんだけどそんなの見てなかった。えマジか。あそう、あとそう公演前めっちゃ寒いんだけど公演中超暑いなんかさ今日さ髪型何がいいみたいな質問したじゃないですか。もう怒涛のデコラッシュ、すごい。みんなもうおでこでみたいな、おでこで、そのなんかすごい、なんでこんな音がするのこの椅子。そう、セボのてっちゃんキラキラタコありがとうございます。でその次にはポニーテールで、まあその後ちょろちょろなんかハーフツインテールでとか、そうなんかいろいろなんかあったんだけど、マジデコ多すぎで。でそのハーフツイン、なんでハーフツインしようかと思ったかは、妹が、私の2個下の妹がハーフツインがなんか好きっぽくて、私がやってるのが。でそれでなんかハーフツイン、あばマイクテストのって、あやばいちょっと待って、もしかしてこれ聞こえるよね絶対この音、ちょっと待ってやばいどうしよう、ちょっとうまいな待って、ギターうまくね、ちょっともしさ歌い始めたら誰かが歌い始めたらあのオフにするんでマイク。
終わりました。終わりました。下を噛んじゃうような名前のロシア人、さっきまで隣で寝ていた気がする、白い雫の上。エイカさん、アイラブありがとうございます。だいだい、てんどこじゃんだっけ、キラキラタコありがとうございます。ここの光やばい、めっちゃブスに見える、いつもよりめっちゃブスに見える。並べられた嘘、そばだしはデッドボディ。口を気づいて寒い、めっちゃ寒い、マジで寒い。最近ね、ちょっと声の出がいいんだよね。なんかいつもより声が出る気がする。歌っててなんか歌いやすい。なんでだろうな。めっちゃ別に喉の調子がいいのかな。上手くなったよね。なんかね、最初に比べたらそれ上手くなったよね。でもなんかマジで最近声の、そうな、声の調子が最近めっちゃいいんだよね。ギターなしなりなちゃん出れるじゃん。ギターなしなら出れるかも。あと歌詞覚えれたら。近々ギター来る。いや、来ない。あの、期待させたくないから言うけど、来ない。おにゅう会いたいな。O! N! E! W! 私の胸のその片隅に大きくなったジェラシーは醜くて、口から吐き出してしまおうとあなたにぶつけてしまった。初めての喧嘩、冷戦のワンウィーク、私悩む。もう規制を言うね。でもなかなかする機会ないよね。ちなみに今何分かだけ教えてもらってもいいかな。生誕祭おにゅうみたいな。でも生誕祭おにゅうかジッパーか迷うよね。そもそもだって、例えば国旗でおにゅうやった場合さ、ジッパーまあいるんだけど、ジッパーできる人は人数的にね結構カツカツなんだ。今 44OK5 時までやろうかなと思ってる。そう、ただ別に私はアイドルだからトイレには行かないんだけど、トイレに用事はあるんだよね。みなちゃん HKT 賞結構露出高め。そうなんだよね。でも結構私はそれ嬉しい、好きよ。その前のジッパーマリアさん、木下さん、姉ちゃん、まあ多分その辺のメンバーだと思います。やるならむしろそこしかいないんじゃない。かな。明日から証明写真、そう、証明写真のやつあるんですよ。なんか不毛が好き、マジ不毛。でも私ダンスあんま得意じゃないけど、そんな変じゃない。手を洗いによって、そう、手を洗いに行くんです。うん。でもめっちゃ気まずかったのが、この前ハイタチ変わったじゃないですか。あの後やっぱさ、今一応さ、なんていうの、そのコロナとかもさ、一応まだいるからさ、コロナちゃんが。だからさ、まあ一応さ、そのみんなとさハイタッチしたわけだしさ、手を洗いに行くじゃないですか。そう、もちろんみんなもちゃんとやったよね、手洗ったよね、みんなちゃんと。そうそう、でその手洗いに行くときに行ったら、ファンの人がめっちゃお手洗いの近くにいて、そう、やばーみたいな、私トイレに行かないキャラなのにトイレに入るとこ見られたと思って、最悪って最悪じゃない。なアイドルだからトイレ行かないのに。見られたファンの人に
でもね、一応皆さんもちゃんと手洗ってくださいね。まだなんか多分体調不良とか、今後またまたね、逆に寒くなってくるから風邪にもなりやすいし、ちゃんと皆さんも手は洗ってくださいね。いくらメンバーとハイタッチして嬉しいからといって、うん、大事ですからね。チョコを口ですれ違っても、ぎこちなくうつむき、通り過ぎるだけよ、友達みんなこの状況をハラハラしているけれど。でもさ、私今からトイレに用事があるとはいえさ、めっちゃ遠いんだよね、場所が。一回楽屋までめっちゃ戻んなきゃいけないから結構遠くて、そう、消毒シートで拭いたハイタッチ、あ、まあ、逆に、うん、ハイタッチした後とかじゃなくてハイタッチ前にしてくれたの、ありがとう、優しいな。ちょっとでもさ、トイレ行きたいんだ、トイレに用事があるんだ今からにな、ちょっと行ってきてもいい？ちょっと一瞬配信落とすけどいい？そうだよね、でもここでさ、私がなんかちょっとね起きても困るもんね、何かが。だからちょっと待って、ここでさ、私がなんかちょっとね起きても困るもんね、何かが。だからちょっと待って、頑張った、急いだ、急ぎました。ふう、焦れた、おとなしにしたままだったテロップが。うん、ちょっと用事があったの、ごめんね。そう、私アイドルだからトイレは行かないんだけど、トイレに用事があってごめん、ちょっと行ってきた、場所が遠かったからちょっと走った、ただいま。あ、寒い。あ、しおたけさん、アイラブありがとうございます。すごいインプレッションですわね。何が、どれ、何のやつが、なんか炎上してる、もしかして私よくわかんないけど、え、いや、夜は配信します、今日。おしゃぶり梅昆布買いました。おいしいですよ。食物繊維とカルシウムが入ってるらしいです、いっぱい。私これ今まであんま見た目からしてあんま好きじゃなかったんだけど、いおりが食べてて1個もらったら意外と美味しくて、で今日初めて自分で買ってみた。うん、でも酢昆布は食べたことないんだよね。昆布じゃないわ、宮古昆布、何あれ、なんて読むの、
姉ちゃんの好きなコンビニ、え、なんだろうね。ご飯はセブン、スイーツはローソン、うん、ラムネでやりましょう。私ラムネ出てないです。回転寿司は私スシローが好きですね。てかあんまりそもそも回転寿司最近行ってないかも。お寿司食べに行ってないかも。なんかスシローって飲み物の種類が多いじゃないですか。それが嬉しい。値段とかはやっぱさ、はま寿司とかがいいなと思うけど、飲み物の種類が、あ、じゃあくら寿司か、うん、で値段はくら寿司とかがいいなって思うけど、でも最近はね、なんかお寿司よりお刺身がいい。なんかお刺身の方を食べたいなって思うようになった。なんか福岡のさ、なんか天神付近にさ、はま寿司ないじゃん。やっほーん。そうだから、なんかそれが結構はま寿司あんま行かない理由かも。はま寿司行く？はま寿司ですか？うん、行ったことないです。あんま行かないね、やっぱ。こんにちは、失礼します。じゃじゃん、ありがとうございます。誰の、どなたのフレーバーですか？これリナの新しく2個目で提出したやつ。一生使われない何味ですか？青リンゴとちょっとだけレモン入って。おしゃれですね。でも美味しいんだよ、青リンゴ。じゃあちゃん、あれかな、あのビス。はい、ビスです。頑張れ。ありがとうございます。ビスのイベントやったことないもんな。あ、そうなんですね。うん、今日クリドナさんお蕎麦を食べてました。お蕎麦食べた。素敵な。蕎麦食べたとね、おしゃぶり昆布食べてる。おお、ダイエット中ですか？うん。しなきゃいけないなと思ってるけど。あ、やってない。すごいです。ごめんな、ちょっと配信一緒になっちゃうけど。違う違う違う。そんなそんな。ごめんな。いい、そんな。同じさ、第2予選って今。はい、今第2です。第2って誰がいるの？レイヤと、はい、HKT はレイヤしか出ないです。あれ、他のグループ結構いっぱいいた？結構いたと思います。 AKB さんとか STU さんとか、うん、はい、NGT さん。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は、はい、牛タン。おお、何が好き？あ、天丼か。あ、やっぱ餃子も好きです。あ、そうなん、はい、あ、なんかあって聞いたことあるな。じゃあ、どこの牛タンが好きですか？どこの牛タンが好き？はい、お店。お店？はい。え、お店？はい、なんだろう。一回叙々苑行ったんよ、ゆいと二人で。叙々苑、しかもあのランチの時間なのにわざわざ普通のメニュー頼んで、ちょっと贅沢に。自腹ですか？自腹自腹、すごい。本当に美味しかった。でもね、東京とかにもあるね、ネギシっていうお店美味しいよ。あ、なんかミクさんがよく食べてらっしゃる。そうそうそう。へー、5時から。はい、すいません、全然気にしないでください。ランチなのに、そう、ランチなのに二人でも普通、なんか普通の通常メニューありますかとか言って、すごい太っ腹ですね。そう、それがなんかね、1月2日とか3日とかの、はい、お年玉とかそのもらったぐらいの、で、あれでみんなが初売りで、はい、こうなんかワーワーしてる中、ちょっとじゃあうちらも贅沢しようやつって、すごい。博多のキッチンの中にあるとこって、あーあー、なるほどなるほど。でも意外とも高いけど、1人7000円ぐらいやった。え、ディズニー行けます、ね、行けるよそうぐらいやった。
でもやっぱね油多くてねいっぱい食べれん。あ、そうなんですね、うん、いいお肉だから。いいお肉。なるほど、配信始めます。みんな握手何時受付だっけ、うん、多分5時に終わるよね一旦締め。あ、ち2時に終わって次5時に始まるのかな。明日の9時かな、今日の5時わかんないけど、ぜひ来てね。今日まさかの最前ね、見た。でも最前だと恥ずかしくて私目合わせられないから。今日の5時からまたあれ再販始まりました。5時になった。私一瞬ちょっとブレイクタイムだったからちょっとその分やんなきゃ。もうちょっとリスイベント参加、あれあれリスイベント、リスイベント参加三窓、え、あと一窓は誰？あと一窓は誰だ？こんにちは。ちょっと今テロップ書いてるので、あ、書けた。こんにちは。よいしょ、難しい。こんにちは。すいません、隣で。あ、全然全然、ごめんね、逆に。いい、あ、今日からフェスイベントが始まりました。今日から1週間よろしくお願いします。あ、いとももも見てんの、あんた。いろいろ見るわね。ざわちゃん大好きさん、タワーありがとうございます。くまありがとうございます。皆様今日はね、まさかのはじめちゃんが私一押しじゃなかったっていう事実を知ったんでね。そうですね、皆さん公演衣装なんです。もう今日は17ライブの投票で高めツインって決まったので今日は高めツインをしてみました。うん、どうですか次のイベントとか。ライブ28だね。28の花さんの卒業コンサートがある日がライブかな。なんか言ってるわ。ショールームイベントカウント、あ、そうなんだよ、カウントないのよ。だから今星と星とかキラキラとあれだよね、ギフトだもんね。はじめちゃんから引用あったけど無視してる残ってるから無視してる。今日のお弁当は鶏大根のお弁当食べました。いや、かわいい食べました。弁当食べてない。おそば食べたからそばでお腹いっぱいになっちゃった。ここにはクリナさんがいらっしゃっております。イエイ。美味しかったです。なんか鶏大根に入ってる卵やおでんみたいな味で、そうなの。うわ、今のイベント結構渋いね。マジか、充電しても意味ないんだ、きっつ。それは結構あれだね、もうただのなんか戦略勝負とかもクソもないな。これから今日の5時から始まったので、これから朝配信したり公演前とか公演後とかに配信しようと思っているので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。今日は6時まで、まず6時まで配信して、そして公演終わった後から10時まで配信しようと思います。ありがとうございます。皆さん100ゴールドを10連タワー分投げる方がポイント上がる。ああ、はいはいはい、うん、それね、100ゴールドを100回ね投げたらいいんだね。こんにちは。私何分やったら30分やったことになる。人生の何分まで。わ、すごい、教えて。 I love you。 何分か教えて。500ゴールド以上は勝手に 1.2 倍される。なかなかしないので、はいはいはい、ちょっとレアです。ん、今日のユニットもお楽しみにです。もう30分やってる。
違う途中でさ、途中で一旦ブレイクタイム入ったじゃん。その分多分換算されてないと思うんだけど、どうなってるんだろう。まあ夜やるからいいんだけどね。雷やばいんだけど、雷マジ福岡それ。あんな猛暑だった、ね、そうだ。そういえば私は TikTok を始めまして、3日前ほどから始めたんですけど、今日アップしたら見てくださいますか。今日アップしようかな。夜やるからもういいかな。13位あたりさんありがとうございます。12位ションションありがとうございます。11位メルコさんありがとうございます。11位東一郎さんありがとうございます。9位スミさんありがとうございます。8位あたりさんありがとうございます。7位ヤスプッチンさんありがとうございます。6位シュン君ありがとうございます。5位テンテコちゃんありがとうございます。4位青白竹さんありがとうございます。3位イカさんありがとうございます。2位佐世保のたちゃんありがとうございます。1位タモちゃんありがとうございます。よしじゃあ公演頑張ってきます。バイバイ。うちの後輩の配信を見に行きなさい。みんなありがとうございます。放牧放牧バイバイじゃあ